N ゲージのリレーラーリレーラーとは、鉄道模型の車両をレール上に乗せる際の補助器具である。鉄道模型の車両をレールに乗せる際に、線路上に置いて使用する。蒸気機関車、電気機関車、大物車などのように、車輪数が多い車両や、台車が車体裾そのスカートなどに覆われている車両など、直接線路に乗せるのが難しい場合に用いられる。 実物の鉄道車両は線路を走行する際に車輪をレールに追随させるため車輪にフランジが設けられている。これは鉄道模型においても同様であるが、鉄道模型では実物の鉄道に比較して急な曲線となっていることが多く、脱線防止のためフランジが大きく取られていることが多い。当初、サイズの大きな製品ではレールに車両を乗せる際に、 それほど手間がかからなかったものの、時代を経るにつれて、小型の鉄道模型が普及するに至り、戦術の車輪数が多い車両の場合において、フランジとレールが干渉し乗せにくいという場面が出てきた。これを解消するため、メーカーやブランドによって、故障は異なるが、おおむね線路に車両を乗せる際の補助器具として、リレーラーが登場した。日本においては、遠藤では、大車台、 石水金属やトミーテックではリレーラーと称し、日本国外ではレーラーやセンターなど様々な故障が用いられている。英語のリレーラーは実物の鉄道において脱線事故の際に使用される脱線復旧機を意味し、鉄道模型における意味合いとは多少異なる。リレーラーの使用方法リレーラー機能を持つ線路、車輪を誘導する小さな板が 線路についている。リレーラーをレール状にかぶせるようにしておき、リレーラーの上に車両を置いて線路に向かって、車両を動かすと、車輪がレールの位置に合わせられ、車両がレールに乗る。また、線路自体にその機能を持たせたものも存在する。主に踏切を再現した線路製品において、踏み板部分をレール上面らとつらいとして、 踏み板部分に車両を乗せ枕木方向に水平移動させることで線路に乗せるというものである。日本で最初に 9mm ゲージ用のリレーラーを製造したのは昭和40年頃参入を計画していたソニーマイクロトレーンで計画の中止後金型を石水金属が引き継ぎ1980年代の後継品の発売まで自社製品として販売していた。 鉄道模型相談室、鉄道模型趣味1968年5月号239号、企芸出版社。山崎清、ミキスト、鉄道模型趣味1981年7月号403号、企芸出版社。ありがとうございます。